ました。現在2頭の体重は22キロから23キロを超えるまでに成長しております。生まれた時はお兄さんの海浜で 158g、 妹の陽浜は 123g しかありませんでしたが、順調にすくすくと大きくなっておりまして、現在では23キロを超えております。ジャイアントパンダは生まれた直後まだ目が見えず体温調節もできない、とても未熟な状態で誕生してきます。海浜と陽浜が目が見えるようになったのは生後3ヶ月を過ぎてからです。その頃からようやく自分の足で歩き始めるようになりました。歩けるようになってからすぐに2頭木登りの練習をし始めまして、生後5ヶ月後には立派に木登りができるように成長しました。今ではとっても得意になっておりますので、運動場の遊具の一番高いところのてっぺんまで登るのも簡単にできるようになっております。上からも見れる、ご来園いただきまして誠にありがとうございます。赤ちゃん海浜と陽浜はただいま外の運動場向かって左側にてご覧いただけます。本日はあいにくのお天気のため、この後雨が強くなってまいりますと海浜と陽浜は中の運動場へと移動していく場合がございます。赤ちゃんパンダは本日